日の神神楽斜陽転身。かまど禰豆子、梅雨里かなわ、ちょっといいか。はいはい。お前ら町屋敷で留守番なんだってな。お兄ちゃんが私一人を残してくのを心配したので。そうか、かまどはいい判断をしてくれた。実は二人に頼みがある。何でしょうか。かまどと善逸が俺と同じ任務についているのは知っているな。知ってます。少し、いや、かなり困ったことになっている。お兄ちゃんが何かしたんですか。問題大ありなのは善逸だな。だと思った。炭治郎に限って柱様の足を引っ張るなんてことはしないもの、多分。だがかまども時間の問題だ。このままでは俺の三人の妻が潰れてしまう。厳しい任務なのですか。内容は難しくはないな。ただこの暑さが厄介で、雪国育ちのかまどの精神力も限界に近い。善逸はきっと暑いって文句を言ってるのね。そこで二人に頼みたいことがある。私たちにできることなら、いい返事だ。じゃあ早速頼む。へばっている二人に人中見舞いのメッセージを送ってくれ。わかりました。あ、待て待て、頼みを聞いてくれた二人にド派手なお礼を用意した。お礼ですか。俺のとっておきの場所に招待してやる。ド派手にウィンタースポーツを楽しむといい。スノーボード一式は俺が用意しておく。というわけで、あとは頼む。ウィンタースポーツ、私したことがない。スノーボードって？大丈夫だよ、カナオちゃん。私もスノーボードはしたことがないの。だから一緒だよ。そうなの？それに暑いところにいる二人もきーっと楽しみにしてくれると思う。お兄ちゃんは雪に慣れてるし、いろいろ教えてくれると思う。スノーボードの経験はわからないけど。そうかな。ダブルデートになるね。ダブルデート？私、炭治郎とデートしたことない。じゃあ、思いっきり楽しみましょう。かなおちゃん、善逸は私から招待するから、お兄ちゃんの方よろしくね。禰豆子ちゃんからの招待だ。寂しいの、早く帰ってきてってお願いかな。カナオ、何かあったのか。別に何もないけど。炭治郎とカナオちゃん、禰豆子ちゃんと二人きりじゃなかったの。お兄ちゃん、善逸、元気。禰豆子ちゃん、助けんでよ。もうやだよ、ここ。灼熱の太陽が俺の体を焼き焦がす勢いだよ。善逸、期待を裏切らない反応だわ。なんとかやれてるよ。禰豆子、カナオも元気そうだね。うん。改まって招待してくるから何かあったのかと思った。うん、ちょっと。頑張れ、カナオちゃん。やはり何かあったんだな。そっちで隠さず話してくれ。なんでもないの、禰豆子ちゃん。私には無理みたい。なんでもないって、そうなのか、禰豆子。そうだよ、何もないよ。ただね、頑張ってるお兄ちゃんたちの息抜きになるならと思ったの。そうだったんだね、禰豆子ちゃん。嬉しいよ。禰豆子ちゃんがこんなに心配してくれてるなんて、俺って愛されてるな。まとまった休みが取れたらウィンタースポーツで楽しみませんか。まとまった休み、ウィンタースポーツの誘い。禰豆子ちゃんが俺をデートに誘ってる。嬉しすぎて。天元さんがとっておきの場所に招待してくれるって。スノーボードができる場所で、道具一式も天元さん持ちなの。スノーボード？俺したことないんだけど。禰豆子ちゃんはスノボしたことあるの？実はないんです。そうなんだ。安心していいよ、俺が手取り足取り教えてあげるから。善逸、期待してるね。禰豆子ちゃんとスノボでデートか。お兄ちゃんもだよ。俺も？
炭治郎も断れよお前、俺とねずこちゃんのデートに邪魔するなよ。天元さんが私とカナオちゃんにくれた贈り物だもの。カナオちゃんはお兄ちゃんと楽しみたいんだよ。そうなのか、カナオ。うん、炭治郎が嫌でなければ。え、なんなのこの展開、俺とねずこちゃんのデートは。嬉しいよカナオ。そうか、うすいさんからの贈り物か。この任務頑張らないとな、善逸。空気読めよ、炭治郎。よかったね、カナオちゃん。これで、ダブルデート成立だね。ダブルデート？やっぱ、ねずこちゃんはデートのつもりなんだね。よっほー。炭治郎は経験あるの？スノーボード。ない。だけど、この流れでないとは言えない。全集中でいれば、できないこともないかも。ああ、どうだったかな。でも、カナオのことは俺が守るよ。炭治郎、かっこいい。炭治郎、私、未経験なの。うん、大丈夫。俺がついてるから。お兄ちゃん、本当に、経験あるの？よお前ら、ド派手に青春謳歌してるじゃねえか。なんで入ってくるんだよ！善逸、柱に向かってなんだその物言いは。ちゃんとしなきゃダメだろう。ここは俺がかまどねずことつゆりかなを招待したグループだぞ。ってことは？ああ、全部丸見えだ。なんだって！俺に隠し事なんざ100年早いわ。うん。で、少しはやる気が出たか？お前ら。もちろんです、うずいさん。かまど、いい返事だな。善逸は？俺もですよ。そうかそうか。なら、キリキリと働け、お前ら。楽しみはその後だ。今から？行くぞ善逸。ねずこと楽しみたかったら頑張れ。ねずこちゃんと楽しみたいけど任務は嫌だ。ねずこちゃん助けて。善逸頑張って、楽しみにしていますね。炭治郎気をつけて、スノーボード楽しみにしているね。それから怖いよ、助けてねずこちゃん。まずい、体勢が崩れ、このままでは顔面直撃。火の神神楽、斜陽転身。おい何をしやがる、カマロ炭治郎。ハーフパイプを半壊させるやつがあるか。すみません、うずいさん。謝罪はいい。何、ここは俺が鍛錬に使っている雪山だ。これからお前らをド派手に鍛え直してやる。炭治郎、お前何してくれんだよ。とばっちりじゃないか。まずはハーフパイプの修繕からだ。だから俺は壊してないし、どうしてこうなるの、ねえそこじゃん。スノーボード初心者を隠し見栄を張った炭治郎と善逸、天元の怒りを買い楽しいスノボ体験が修行に転じた二人をよそに、初体験なのに抜群の身体能力で華麗な技を決めるねずことかなおでした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントもよろしく。